どうも社長。どうもタカちゃんです。マンズマンズ。じゃあなんで撮影に向かないタイミングで左京は左京やるやって左京はさっきねお子さんの声も聞こえてましたけどすげえ気になるなあのここはい我々の格好もそうですけどもそして今日は幼稚園の方へはい来ております。前回ねほら私の浜子さん行ってきたじゃないですか。あ、そうですね。もう一度違うところでの撮影で、そうそうそう、あの紙芝居っていうのをはいちょっと今回我々の地元の幼稚園でもやろうじゃないか。そうですね。いうことで、ここはもうまあ、初2人揃って、あ、そうですね。初めてなので、はい。ちょっと皆さんに見ていただこうかな。すっごい気になるこの放送。すごい気になる。大丈夫ですか？家事とかじゃないですか？あ、大丈夫です。はい。それ担当の方にお任せしましょう。あ、そうしましょう。じゃあ我々はこっちに集中して。はい。じゃあ今回はね、幼稚園会です。楽しもう。教えてくれるのでちょっとね一人ずつねご紹介していただきたいと思います。ここ外ヶ浜町で、お魚を乾かしているタカちゃんです。よろしくお願いします。ホタテの漁師さんをやっています。優越って言います。よろしくお願いします。せーの、いやー、お願いです。ただ一人、始めたいと思います。入水入水今からタイミング見て出ていきますよ。出ていきますね。で子供たちが喜んでくれればいいんですけど。そうですね。これで行くんですか。はい、あの動画と通りの格好でじゃあちょっと園児たちを驚かせたいと思います。よし、では漁師さんどうぞ。海のとか汚れないようにどんな食感なのかなとか筋肉見てもらったり、どうぞ触って触れ合ってみたいと思います。あ、かっこいい。どうぞ。では最後に皆さんに漁師カードのプレゼントをしたいと思います。お願いします。はい、どうぞ。はい、どうぞ。かっこいい人当たった。かっこいい。はい、どうぞ。あ、たまた今後はバーニャーさんに。バーニャーさんに。じゃあね、お礼言うよ。はい、ありがとうございます。どうぞ。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、どうでした？私は初めてでしたけど。いいですね。いいですね。
しいことを教えてるこの感じが何好感度上げに来てるんだ、すごいいい活動してるんだなって改めて感じました。あ、そう感じました。どうですか社長。もちろんそうですよ、でも大好きなの。そうですよ、笑うと嘘くさくなるからなんでね、これからタカちゃんなんとテレビにインタビューも入ってます、はい、ちゃんとバッチリ。それは、すいません、北川市くんの何を、何を、なんでちょっとあのプライベートなんでね、子供たちもね、水産物知ってもらったり、これからも我々してますよっていう感じ、将来の客を作んなきゃいけないので、だんだん売りつけるんだ。あ、わかりました。いや、もうね、海のものを養殖する、もうお客様養殖する時代ですよ。今の形で表現が、あ、そうね、まあ、今回映画館です、はい、今回はこんな感じで終わりました。はい、また次料理をいただきます、ね、そうですね。なので今回のチャンネル、我々の好感度上がったなと思う方、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ヘバ